木畑博氏は、日本の政治家、自治、総務官僚、福島市長、岡山県副知事、復興庁福島復興局長などを歴任した。福島県相馬郡飯舘手村出身。1979年3月、福島県立原町高等学校卒業。1984年3月、東京大学経済学部卒業。同年4月、 自治省に入省。1989年、徳島市財政部長。1991年、国土庁地方振興局地方都市整備課課長補佐。1993年、長崎県総務部財政課長。1995年、消防庁防災課災害対策官。1996年、自治省行政局行政体制整備室課長補佐。 1998年、香川県県康福祉部長、次長。2002年、香川県政策部長。2004年、沖縄振興開発金融広告総務部長。2007年、北海道大学公共政策大学院教授に就任。2009年、地方公共団体金融機構経営企画部長、資金部長。2012年、 総務省自治財政局公営企業課長。2013年、岡山県副知事に就任。2015年、消防大学校長に就任。2016年6月、復興庁福島復興局長に就任。2017年7月7日、民進党、社民党、自由民主党など超党派の福島市議有志から、人気満了に伴う福島市長選挙への、 出馬要請を受ける。同年7月26日、総務省を辞職。11月19日に行われた市長選挙に出馬。現職の小林香里自民党元県議の桜田洋子、幼児園長の新人ら3候補を破り初当選を果たした。当初小畑支持に傾いた自民党は桜田出馬で自主投票としたものの、自民系を含む市議会の 約半数の市議のほか、地元選出権議の多くが小畑を支援。失職員労組など、小林市政に反発する勢力の受け皿となった。12月8日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数236,823 23人。最終投票率47.92%。ありがとうございます。